公式戦今2連勝中です。そして15位のジェフユナイテッド千葉、現在公式戦は3連敗中というこの両チームの一戦になりました。水戸の方は天皇杯でも21歳でしたから非常に若い力で、勝ち取ってきたということになるでしょう。さあ前半の45分という形ですかね。小森は細かく動いてるんですけどね、うん、あ、いいですね。あ、これ入った椿中、うん、小森シュート、いや、すごい、ったこれはスーパーゴールだ。小森、いや、すごい、17節以来のゴールになりました。千葉先制点、素晴らしい。足のトラップ、浮いたボール、はい、結構難しいんですよね。なるほど。これをしっかりといいところに止めながら、もう止めた時点でどういう風にシュートを打つかっていうのが自分の頭の中にあるん で、はい、でこの浮いてるボール、ちょっと中の選手に動きはあまりないようです。さあ草野、うん、入ってくる。これは打てるかどうか。さあふわりと動き、来た、入った動きからサラヌマ、両方あるは決めました。1対1同点。今のはね、いいポジション取りでしたし、やはりこのフィジカル強い188センチ。ただそれだけじゃない、まあ、しっかりと下に叩きつけたので、はい、あれを本当にキーパーの手の高さだと取られる可能性もあるので。さあ、岡野。ここですね、ここも安藤選手もゴール前入ってほしいですね。はい、ここに安藤、縦で入って、小原、開いた、シュートが決まった、素晴らしい。水戸2点目、小原が決めました。ここはボールを取りに行くんですが、千葉、うん、前田、逆サイド、宇野木、入ってくる、あった、さあ、菊本、シュート、決まった、キャプテン菊本、水戸3点目、素晴らしい切り返し。安永蹴っていって向こうサイド落としてヘディングシュート、安藤どうか、いや割ってないか、 PK ですね。あ、 PK、 安藤で、そして安藤です。安藤今シーズンまだ得点がありません。決めました。素晴らしい。安藤は今シーズン初、井上廉でした。あ、そして試合終了、4対1、ね、うん、ホームで水戸ホーリーホック快勝。これで